1月に入ってだんだん暖かい日が増えてきて春だって感じですね。暖かいと行動も軽くなって、皆さんはどうですか？今日はそんな春の暖かい日におすすめの一足早い美味しいかき氷の作り方をご紹介します。かき氷といえばこう氷を削って甘いシロップをかけて食べるのが一般的だと思うんですけど、今回は牛乳とフルーツを使ってより濃厚で美味しいかき氷に仕上げていきます。ちなみにかき氷機は不要です。今回準備するものは牛乳、お砂糖、フルーツ、この3つです。調理時間はもう5分もかからないくらいすごく簡単なのにとっても美味しいのでおすすめです。栄養価も高くて体にもいいので、ぜひ皆さんに作っていただきたいです。それでは早速作っていきましょう。クッキングレッツスタート。ではまず牛乳を 100cc とお砂糖を大さじ3加えます。もしこう甘い方が好きな方は、まあ、倍の量入れていただいて大丈夫です。攪拌していきます。ではお砂糖を溶かす目的でレンジにかけます。だいたい600ワットで 2,3 分ほどです。温まれば OK です。はい、お砂糖が溶けました。ではここに牛乳を加えてって言いたいところなんですけど、ここから練乳を作りたいので、まあ、大さじ5杯ほど取って、はい、この残った方に牛乳を加えていきます。はい、これでもう一度混ぜて、混ざったらこちらのジップロックに入れていきます。逃がしながら閉じていきます。その方が冷凍庫のスペースを取らないからなので、別に空気が入ってても問題ないです。はい、しっかりと閉めて、はい、この状態で 2,3 時間冷やします。全然1日放置していただいても大丈夫です。では冷凍庫へ。こちらの先ほど残しておいた牛乳を練乳にしていきます。ここにお砂糖大さじ2追加で加えます。そして混ぜまして、今回きび砂糖を使用しているので結構こう茶色っぽくなっているんですけど、白砂糖でも何でも大丈夫です。精製されているお砂糖だと栄養素が損なわれているので、なるべくきび砂糖とかね、こう色がついて真っ白じゃないお砂糖の方が体にいいと思います。はい、ではこれをもう一度電子レンジ600ワットで2分間加熱します。危ない、吹きこぼれそうでした。1分か1分半で十分だったかもしれないです。はい、では混ぜて、まだシャバシャバな感じなんですけど、とろみが出てくるのでもうこれ以上加熱する必要はありません。粗熱を取って冷蔵庫に入れて保管すると練乳の完成です。先ほど作った練乳を上からかけます。いちごジャムをのせます。
きます。おいしい。ミルクシャーベットにいちごが乗ったいちごミルクシャーベットです。すっごい簡単にできるのに、もうまるでジェラートのような美味しさ。うん、暑い日にぴったりですね。簡単に作れるので、ぜひ皆さん試してみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この他にも夏にぴったりなバナナスムージーの作り方やレモネードの作り方など、フルーツを美味しく食べるのにお役に立てるような情報を配信しております。今回の動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録して次の動画も見逃さないでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。